え、待って、夜散歩？そう。夜散歩の人？そう。ねえ、なんかさっき通報されたよ。ん？通報？夜散歩なんかディアシスの子出てるんで、あの上の人に言った方がいい。出てるとかいいよとか言って。ディアシス？うん。今日100万円持ってきたんですけど、なんか。あら。ダメだよ。あら。ということで大久保公園へ散歩したいと思います。お二人はキャバクラ的な感じ？どうなの？はい、トマトの前の鳥です。身長高いね。おお、二人かっこいいわ。かわいいね。あら、今日はすごいですね。混んでますね。カップルが多い公園ですね。時刻は3月28日8時30分ですね。公園の裏側行きます。
こんばんは。気になる人いました？何も何も気になる人いない？でかいなぁ。お元気ですか？フィリピン？違うな。タイ？違う。お疲れ様です。最近はどうですか？何か？え？人の流れ的には。まあ流れが全然悪いね。悪い。え、マスク解禁になっても？あ、そう。でも少し暖かくなってきたからね、過ごしやすいよね。今日100万円持ってきたんですけどね、なんか100万円渡す気になるような女子がいなかった。100万円企画。
失敗ですね今日は。はい、東横の広場のところに来ました。なんかライブがあるようで人が並んでます。女性ばっかしですね。お兄さん大丈夫？大丈夫ですか？このね、ゴミがね、ゴミぐらい片付けてほしいんだよね、女の子ですね。ゴミ片付けような、ゴミはな、ゴミぐらいはな。どうでしょうか。手足知ってるよ俺。本当ですか。あのなんだっけな、何ちゃん、あのあれやってる子。誰？インスタやってる子。え、これ撮ってんの？うん、撮ってるよ。なんで撮ってんの？え、待って、夜散歩？そう、夜散歩の人？そう。ねえ、なんかさっき通報されたよ。え、通報？夜散歩なんかディアシスの子出てるんで、あの上の人に言った方がいい。聞いてるとかいいよとか言って。ディアシスの子？うん、なんか。あ、だって顔から下じゃん。そうなの、わかんないけど、なんか。店の中じゃなきゃ、あの問題になるんだ。わかんない、なんか言われた。あ、そうなの。夜散歩がダメだって？なんか来て出てるんでみたいな。だって宣伝になるからね、この子。だってこの子だってツイッターもやってるしさ。ひよりちゃん？ひよりちゃん、うん、ひよりちゃんぐらいで俺。あ、そうなの？うん、出てくる？来ない。うわ